で、霊媒がトンゾム。シャオロンさん見たんですけど、黒でした。はぁ、お前。下から行くんや。じゃあ、そう。あ、今殺された、これ絶対。小西島さんが目の前で死にました。なんでやろ。じゃあ、窓枠の外行ってくれよ、先生。なんでやろ。じゃあ窓枠の外行ってくれよ、先生。俺から、いや俺ガラス越しやからマジで無理ですもん、これ。それが嫌なんです。じゃあ消去法で誰や。もうロボロと僕は100ちゃうで。裏回りして。違うやな。裏回りして。窓現場来たんすけど。え、だってエミさん、俺こっから無理でしょ、ガラス越しやからマジで。まあ無理だけど、君あのフェードするように右側できたからさ、ちょっとえ右、ああ そっちから。ああごめん、君返すよ左。え、これどうやって死んの？この階段らへんに降り取ったから、狙われとったから。ああ、なるほどね。あとやから。ああ、そうか、シャロン折ってんな。さんか、小西島さんが死んでしまった。霊媒の必要は、あ、霊媒か。あ、一応人狼かもしれんのか。あ、でも、知らやろ、あいつ。じゃあ、もったいないか。ダメでいいと思う。あ、待って、あの星。あ、ロボロさん。あよ、降りろ言うてんのに、あいつ一緒に暮らそうって言ってんの。そこはもう、なんか福田さんと打ち関係できてるか。打つよこいつ、ほんまシャドバやろ、どういう人間になるからあかんねん。シャドバのせいすんじゃねえよ。いや、何があった。ああ今度はお前が登ってくんのか。いや、ゾムさんと一緒に打ったら勝つやろ。お前らは黒陣営なんか。そうなの。そうなるんや。ちゃうやん。言い回し的に完璧にそうっぽかったけど。うん、せやね。いや、あの、ロボロと同居しよう言うたら、あ、ごめん。螺旋階段も見に行ったから。あ、なるほど。今も。何してんの、あれ。なんで近づいてくんの、お前。うるり。まだいる。まだいるよ、俺。いや、でもこれ、しかし、白から怖すぎて、嫌やねんな。え、困るんやけど、ウチ先生とゾムに挟まれたんやけど。あ、でもロボロさん安心してください。僕ピッケルポコーン出てくるとかないんで、あの、これです。早く向こう行ってください。え、それ、トウメイカちゃん。そうなんすよ。え、だこいつ。あ、交換する。いや、なんでやねん、おかしいやろ。このメイブおかしいやろ、100%。やめとこうか。ウチ先生殺したら手に入るで、ゾム。お前それを示唆するってことはロボロ。ちょっと待って、すなそれ。こんだけ動かへん。シャオロン絶対自滅した説を押したいんだよな。おお飛ぶね。どこまで行くやろこれ。見ようか。うわ、自己主ワンチャンやな。いや、でもシャオロンここで出てきたら多分人気上がるやろな。いや、間違いないわ。人気爆上がりよ。フォロワーも50万人いくで。マジでやっぱ死滅してるってこれ。マロで出てこんかったら。え、ということは、あと一人じゃん。シャオロン、え、今なんかおった気する。ショッキ君、今なんかシャオロン通らんかった。え、嘘。え、嘘。今ショッキ君見とったけど、そんなことないっすよ。いや、今言ったよね、今。なんで臭いねん、ちょっと。ショッキ君、かばってるな。ショッピ君か。いや、じゃあ、よく考えたぞ、お前、敵やっけ。ややこいわ、もう。あれ？あ！あれ？あ！ショッピ君、大先生やった。やってませんよ。やったんだ。明らかにさっきのは見てたやろ。大先生、中におったでしょ。いや、大先生、外出てったんだよ、さっき。黙ったけど、俺。シャオロン、ほんまに見たんでしょ。え、見たで、俺。あ、まあ隠れたんやったら、まあ、でもその時見てなかったんだな、大先生も。マジで幻覚かもしれないけど、でもな、明らかにあの色、あいつしかおらんと思うけどな。ああ、どうしよう。ゾムさんが外を歩き回ってるか、ここ後ろ怖いしな。かあ、おお、誰だ。誰、見えへん。でもあっ、ピコンが螺旋階段の方の下歩いてきましたね。だな。うん、これショッピくんですね。オッケーです。わ、だる。脱水つきるのやめようや、エミさん。
感じ。すまんな。呼びはさすがに靴入るんですよ。まあ、ナスリのエーミールって言われたくなり、なりたいですね、ほんまにね。そこまでうまくできたらいいんだけど。まあ、もうこれで俺も透け勝手歩いていいか。どうせ、一位の位置。おっと、ゾムさんが螺旋階段を登ってくる。お前、実況してるだけで。おいしい。やったか。ショッピングはやった。お？あ、なすりつけられた犯人が死んでしまったか。ちょ、お前はなんでなんでそんな近づいてくる。怖いよ。お、何回も近づくけど殺せへんよ。それをアピールしてんの俺ずっと。なるほどね。いやまあいいんですけど。ってなったら、え、俺シャオ幻覚やったんかな俺。シャオロンかトントンかだな。アントムシャオロンさん。え、でもシャオロン黒って言ってたから。まあそうなんだよな。小姉さんも信じるんだったらシャオロンまだ生きてると思うんだけど。姿が見えへんねんな。トントンかった上に。とりあえずショッピー君霊媒したら。上に4？4階におったな。カジノのとこやな。あれ。そっか。あれ意味ないか。まあまあショッピー君はね意味がない気がする。初期が黒やったとして、うわ、黒格やな、あの動きは。間違いない。だって裏取ろうとしてたもん。で、いや、俺多分ゲーム終わってないから、多分強人目線。トントンが人狼やったら、シャロンが強人。あー。トントンさんな、でも分からんな。俺ちょっと見ただけやからな。困ったな。スペースのところさ。お。終了。終わっていく。終わっていたと言っていく。シャオさんごめん。え、シャオロンなし。ごめん。当てるつもりはなかった。当ててもうたやん。当ててもうたやん。あんなにアピールしたのにショッピー。いや分かってたからお遊びで言ったらまさか当たるとは。そういうことか。はい。殺されんの。うん、せやで。あ、誰が頂点持っとん。ロボロ。あ、ロボロか。しっかり情報をバラしてきたな。これもタムーブか。俺も殺してないよ。全員俺が殺しまってたから。じゃあこのあーね。あ、じゃあ、じゃああれか。シャオさんが働かなやばいと思って。あ、じゃああのガラス張り抜けれたんやじゃん。多分定価しはみ出しとってそれが当たったんちゃう。当たったんだ。あるほどね。そっか。ていうか、取れ高的に俺も予言者出ししとけばよかった。いや俺ちょっとシャオロンにお前来いよってちょっとアピールしてんけどな。そうや、もう行きたかったけど。あと一人じゃん。シャオロン、え、今なんかおった気がする。ショッピ君、今なんかシャオロンとおらんかった。